背番号22番のディフェンスの渡辺恵美子と言います。昨年はコロナウイルスの関係でほとんど試合が中止になってしまい悔しい思いをしました。今年もまだコロナは収束していませんが試合ができることに感謝しながら1試合1試合かみしめて臨みたいと思っています。見に来てくれた人に私たちの熱意が伝わるような気持ちのこもったプレーで見ている人に元気を与えられるような試合をしたいと思っています。皆さん応援に来てください。よろしくお願いします。あ、渡辺選手にインタビューしたいと思います。渡辺選手は唯一の既婚者です。では、新婚生活はどうですか？いや、今ですね、もう超絶ラブラブな生活を送っていると言いたいんですけど、結婚2年目にして旦那さんが単身赴任になってしまって、私一人ぼっちで今生活してます。寂しいです。どこに行かれたんですか？県北の方に。結婚して変わったことはありますか？結婚して変わったこと、そうですね、もう名字以外は何も変わってません。性格に癖が強いって有名ですが、よく言われる癖の強さは何ですか？やっぱり試合中の効果音だと思います。何を言ってるんですか？例えばですね、スローインの時にほいーあーやべーやべーやべー出ない、まだ出ない、みたいな感じで、ちょっと変な声が出ちゃいます。では最後にお箱を一曲。お箱まだ遠くて見えなくて も見えなくてもただそれだけを信じて行こう。お疲れ様でした。チャンネル登録マッチョンケン。